今、あの出てますけど、これ、NHK だね、NHK から、まあ、強制捜査、まあ、家宅捜査強制捜査ですから、うん、強制捜査なんですけど、まあ、ようや私の率直な感想は、ようやく入ったかっていう感じもあるけども、うん、いや、2週間考えてから、検討してから入ったということは、これは警視庁は、検察ともご相談の上 <laughs> 最終的な処理方針も固めた上で入ってるよねっていうふうにまあ見えるんですけど、これがまあ私の,あのまあ第一印象、感想ですけど、高さん、これどういう感想をお持ちですか えー、だって長谷川さんがさ、ほらあの、うん、飯山さんの応援演説、<う>応援の弁士に行ったときに、うんあのや、やられたわけでしょそ,うそ,うそれでと、隣かなんかで大音量で出して。うん あの、私も YouTube で見たら、長谷川さんが何喋ってくか全然聞こえなかったよね。全然聞こえなかった。はいはい。あ,あれ多分,多分、多分誰も聞こえないんじゃないのあれ。あの YouTube でやってる人、ね、YouTube で流してくれたんだけど、長谷川さん口なんかパクパクしてるようなあれだったけど、うん、何にも、<laughs> 何にも聞こえなかったよね。何にもか。あれなの、いつだったあれは。あの、だいぶ前じゃないの、えー とねいつだったかな日にちまでちょっと覚えてないんだけど。4月の中旬じゃなかった、ね、か中旬だね、そう、中旬だと思います。はい、だからそれから思うと、それから1か月ぐらいしてから入ったのかなって、だから、うん、あのそういう,う、まあね、あの長谷川さんのところだけじゃなくてさ、あのと乙武さんのところとか、他のところもみんな行って。 でもあの辺りからすごくたくさんあの妨害があったから要するに選挙終わってから、うん、あのじゃないよね選挙中にあった話だよね、うん、これはね。だから選挙中にあった話なんであの、うん、当然その選挙中の時に事後どうするかっていうことを相談 その時から知ってるはずだと私は思うんだけど、ね、あなるほどななるるほほ、うんうん、から別に選挙終わってからあのやる話じゃないなと思ったんだけどうん、うん、だからそれで考えて1か月ぐらいかかったのかなっていうので、うん、まあその1か月ぐらいだっていうことは、うん、まああれだよな、ね、上級のところとかいろいろ相談したんだけど、うんうん、まあでも、うん、まあ これ警察の中だけの話だと思うよ。警察というのはちょっとあんまりあの出てないと思うけど、だから警察の中でどのように処理するかっていうのを考えてたんじゃないかなと思うけどね。 いや私<あ>、うん、こういうあの事件でまあいろんな問題があるから、うん、私、検察とも相談したのかなっていう。まあ、いやそ、ねそそ、それはあんまり多分ん、それ、組織上あんまりしないよね、はっきりとね。あそうか。うんうん、それであのちょっと思う、ちょっとね、私からの質問だけどさ、あ,あ,あれ、長谷川さんもある意味でひああ被害者みたいな感じがするじゃない,い,やい,やいでしょ隣でがんがん言ってて聞こえなかったんでしょ聞こえなかった。うん ねえ聞こなかったいうか、そうそうだから私の演説が妨害されたことは間違いないよね。間違いないんでしょ。こう、うん、れでうる,うるさいと思ったわけでしょ。そううん、だから、あれだよねあの、そしたらさ、あのうん、ここで誰が被害届出してとか、うん、そういうのもよく分かんないんだけど、被害届は出てるらしいんだけどね。長谷川さんは別にあのその被害届関与してないの、うん、関,与関与してないの出してないの。 だからね、私は日本保守党さんにお願いされて、応援しに行って、ああいうことになった立場なので、日本保守党さんから被害届を出してくださいと、私たちもそれなりに対処しますから、長谷川さんも名前を連ねてくれますかと話があれば、私はもう当然、快く、はい、分かりましたということで、出すつもりはあるんですよ、今でもあるんですよ。 うん、でも、でも出てないうん、ね。行ってないから、警察からも事情聴取もないわけね。うん、ないんですよ。い,よね、いや、事情聴取されたら大いにね、お話ししたいと思うんだけど。<笑><笑>い,い言って喋るでしょ、も,うもちろんです、もちろんです。 正直言うと私ね今日この話をするって時にね長谷、はい、川さんはね集中してに行ったのかなと思って、はい、それでねあ<ー>あそれでねこの話題を取り上げたのかなと正直と思ってたんだけどあ<ー>まあそうではないわけねそうじゃないそうじゃない。ないうんうん、でもさいろいろ考えてみたらさその長谷川さんも含めてさあの当事者たくさんいるわけでしょ そう,ね、うん、うん、当事者たくさんいるんだけどもし警察がいろいろ動くんだったら、はい、やっぱり何人かに話聞くんじゃねえかなと私は思ったんだけどねそうだねだってさそ,、ね、その場にいた人に話聞かないとよく分かんないじゃないこういうのも、ね、まあまあそうだよねまあねでもね、うん、あのあれ YouTube でみんなやってたから、はい、あ,のある意味で証拠書類は YouTube の中にみんなあるといえばあるんだよね、うん、まあまあそうなんだよ でもそれでもあれだろうな、うん、YouTube だけの聞いてね、うん、こうだったっていうのちょっと気が引けるから、うんうん、そこに写ってる人に話聞くんじゃないかな普通は。当然あの立件するとなったら聞かないと証拠がはっきりしないよね。しないよね。うん、そ,うそれじゃないとさこれで、うん、あの多分あの、まあ、自由妨害ってやつなんだけど要はあれだよね、うん、あの長谷川さんの話が聞こえなかった。 っていうのを誰かに聞かないと、なかなかあれだよね。あの この、なんていうかな、違反事実になかなかならないよね。あそうだね。だから、聴衆の方からも、どなたかから、うんうん、私はその場にいましたけど、聞けませんでしたと、うんうん、という証言を得ないといけないよね。そうそれ、それは普通だと思うんだけどね。うん、そう、あの、ま、YouTube 見てて、そうだとは思うけれど、うんうん、でもね、あの、YouTube の、ね、音量調整し ししたたりてて聞こえなかかったって可能性もあるからねうん、うん、だからその場にいる人がまあねあの飯山あかりさんの話が聞こえなかったとかねあれ話が聞こえないと確かに自由妨害になると思うんだけどまあそんな確か判例があったんだよねだから話が聞けるか聞こえてるかっていうのが大きなポイントだと思ってたんで当然そのね、うん ここに関わってる人たちが長谷川さんはちゃんとあなたはきちんとマイクで喋りましたかとかねそうでしょマイクで喋ってたそれで来る前はちゃんとちゃんとで北村さんの話は聞こえてたんだけどさそしたら急に聞こえなくなっちゃったんだよなそうねあれ急にあれだったのそれがあの人たちが来てガーってやってきたわけ私の場合うん 私の場合はもう最初から話す前からもう彼らはもうガン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 いろんなことをマイクで言ってたわけ。それ<ー>で、それにもかかわらず、まあ私はもうぜひね、あのやりたいと、あ私も意思表示して、それで日本保守党の皆さんもまあやりましょうということになり、 それで上に登ったとでも上,え上に上ってしもう本当にあの始める前に彼らのこの街宣車が後ろにまあ追いついてきて後ろにピタッと止まっちゃったわけよだからあのその時点であもうこれでガン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 いろんなことやるなというのはもう分かってたし、まあ、実際にずっとそういうことをまあ彼らは言ってましたよはいこ,こんな状況ねこんな状況 それで、あの、隣で大音量でかぶせる形かぶせる、完全にかぶせる。いや、こういう話っていうのはさ、あれだよね、状況っていうのはさ、YouTube みたいある程度分かるけれど、うん、やっぱり当事者の話を多少聞いてさ、うん、聞かないと、うん、なかなかあれだよね、うん、あの、うん。うんこれを検察 送るにしてもさ、YouTube 見たらこうでしたっていうのはな,にはなかなかなんないんじゃないかなって気がするんだけどね、<laughs> 私はね、素僕 <laughs> にね。そうそうやっぱりそれなりの調所があってさ、うん、関係者はこういうふうに言ってますっていうのがないとさ、うん、だって、うん、後であれで後半維持するとき YouTube 見てくださいって話にならないでしょう、それはだからもしかしたらですよ、日本保守党さん、保守党だけじゃなくて、うんあの あのファーストの会の乙武さんのところにも最初から行ってるから、うんうん、もしかしたら乙武さんとかあの小池都知事とか、うん、そういうところに聴取に行って、もうそれで証拠上十分っていうふうに見てるのかもしれないな,ない、ねだ。だからこれ、なんかだからさ、小池さんが圧力かけたからさ、うん、警察がやらざるをえなくなったっていうふうに言う人もいるよね。うんうん まあいるねあね都知事だからねそれで小池さん自身も家まで来られたとか言ってるんだからねこれで乙武さん時の何点かな警護っていうのはもうすごかったわけでしょ小池さんは。でもそれでも来ちゃったってんだからそこがやっぱり一番そうするとそこのあれだよねあのうんと 警備に行った人に話聞いても一応分かるのは分かるよね。そうね。うん。うん。だから、そこで終わっちゃったのかもしれないな。かもしれないけどね。うん。いずれにせよ、うん。あの、乙武さんとか小池さんとか、ね、まあ、他の人たちの名前でんだけど、マスコミ報道上では、日本の人とか、飯山さんとかさ、ましてや私は出てこないよ。はい、出てこないんだよね。そうそうそう。だから、まあ、消法扱いになっちゃって、さ、出てこないんだよな、やっぱりな。そうね。そういうこと。 なんか有本さんの,あのツイッター見たらこれに関して取材がたくさん来てたんだけど、はいうん、なんか読売新聞と産経新聞来なかったって,言って書いてあったね。<laughs> そ<う>面白いね。<の>やっぱり読売新聞産経新聞は日本を人と嫌いなのかなあとそういうことかもしんないな。あの、補修系でねあの、ちょっとよく思ってないのかななんて思ったけどね。うんい 高橋さんの見解、ちょっと私が聞きたいのはね、あのうん、このほら、選挙中が、まあ、だからから考えれば、約1ヶ月ぐらいの、うんうん、検討してるわけでしょでしそうだろうね、そうじゃなかったから。あ<ー>まあ、選挙期間中は多分できないなと、正直って思ったけどね。その検討してる間に、どういう検討をしてたと思います これだから自由妨害ってんだから、あなんか今言ったようにその、えもう演説の自由はあるんだけど、演説がそばに聞いてる人が聞こえないってことになったら、これまずいよねって、そのぐらいだよね、うんうん。うん、そうだね。だから、要はき、そばに聞いてる、そばに聞いてた人が、飯山さんの話を聞きに行ったのに聞こえないって言んだら、これはまずいよね。うんうんうん だからあのそこがだからポイントでやっぱりどのくらい聞こえなかったかとかねあと田、うん、武さんの話がどのくらい聞こえなかったかってところ、うんまあもう大きなポイントだと思うよね。そ,れあそこの証拠を固めてたってそう,そうそう。過去の判例見たって、うん、あのだってやっぱりやじでかぶせちゃって話が聞こえなくなったらまずいってそういう判例だもんね。だからどのくらい聞こえなかったかってうんで実際さあの行ってみてその当日行ってた人で、うんうん、本当に聞こえたか聞こえてなかったか ってこもう調べれば <laughs> まあ調べるっていうのはあれ何、うん、て言うかな基礎の基礎じゃないかなと思うけどね。もちろん暴力行為とかそんなの論外だけどね。うん、あの最後言っちゃうとあれだよね、うん、あの聞こえてるか聞こえてなかったかそれであとあれだよね、うん、あの人たち YouTube で流してたでしょ、うんうん、で YouTube で流してた時にどのくらいあれで金稼いだかとかいうのも多少関心があるね正直言うと。 ああはいはいはい。だってさ、そういうふうな、あの、非道なことをやって金稼ぎしてたって言ったら、もう、すごい罪何とも重くなるじゃない。なるほど。うん。だから、YouTube の収益を一応、あの、このくらいになると、後の、その日の収益って大体わかるからね。うん。なるほど。それでも調べてたんじゃないかな、おそらく。それとね、もう一つ私、 行きたいのは、ほら画赛でやったじゃない。ああでね。あれって、うん。普通画赛でするもんかね。いやあれは多分あんまり意味正直言ってはないと思うよ。はっきり言えばない？うん、それでなあのなんかもうあのえっ、ー、と翼の人たちがまあ、うん、あのポストしてるけれどね。うん、あのはっきり言って持っていかれたのは携帯とパソコンだけだって言ってるのね。うんうん あそうパソコンと携帯だけだっていうことは、やっぱりほとんど意味がないよねあ私もさ、うん、もしかしたらね、翼の塔の資金源、うんえー、を洗おうっていう意図もあったんじゃないかと思うんだけど、ここはどうですか。うん、あだからその資金源っていうので、あれだよね、あの YouTube の収益もあるかもしれないけど、そのお金で攻めていくって手はあるかもしれないね。 うん、でもそれだけで、でそれで資金源がだからどうだったかってなっても、あれだよね、最終的にその妨害行為があったかな,なかったかっていうのは、そこがやっぱりポイントになっちゃうね、うんうんまあ、そうね、うん。妨害行為がなかったら資金源がどっから来たとってことだって別に関係ないんだよね。<laughs> うんまあ、でも公安としてはさ、興味があるんじゃないのこういう黒幕っていうのは誰かとめたいと。うんうん 興味あると思うんだけど、でも、翼の塔道だから、まあ、ある程度分かるのは分かってるんじゃないの、みんな。ん <laughs> ああ<の>、まあ、左の方だろうなっていうことは、そうん、ある程度分かってるんじゃないの、うん、左とあと、まあね、あの、あのなんだっけな、あの、代表の人なんかは、まあ、こういうのの、まあ、はっきりと政治ビジネスやってる人だからね。 うんうん、政治ビ b してやってるから、これだから資金源っていう、資金源っていうのもあるんだけど、どちらかというと、その YouTube の収益というかね、そういうのに結構依存していうような気がするけどね。うんうんうん、でもさ、まあなたも YouTube100 万人いるばっかりはお分かりだと思うけど、彼らのさ、うん、そんなとあの登録してる人たち、そんな多くないでしょ。 多くないけど、ここでね、あれだよね、あの、この選挙期間中はね、あの、特にバズるんだよ、随分。ああ。うん。だから、その収益は結構、そこそこあると思うよ。あそう。うん。だから、結構バズって、あの、何点かな、そこそこ収益になってる。で、まあ、もちろん、その、の基礎的に左か側、左側か右かは知らないけどね、あの、どっか資金を、あの、 出してる人はいる人いんだけどでもあれだよね、それだと、まあ、あのあのね、ごく一部の左のところは、すごくその資金集め、うまいからねうんだよね、あのあのところはね、だから、そういうところから来てるって可能性はあるけどねだって、街宣車と人件費と、はい、それからその他諸々、も々もそれから何より選挙の供託金300万円もあるでしょ。うんうん そうするとね、うん、どう考えたってね、1000万単位だと思うんだよな。うん。うん、まあでも1000万単位だと、あれかな、あのいろんな人の寄付とか、あとはまあ、YouTube の収益なんかで、うん、なんかまあ,あの、うん、ビジネスとして考えると、まあ、うん、ペーしちゃうって感じがするけどね。ビジネスね、ビジネス。うん、でも最悪、左、ま、右、あ、かどうか分かんないけども、ああいう。うん 運動しているのに、どこでそのマネタイズできるのかっていうと、ちょっと私なんか想像。そうするの。あのえっ、ー、と寄付金なんか来るんだよはい。あ寄付金ね。あの結構、結構、選挙になると集まるんだよね。あああの、うん、要するにあれがいろんな。 あの左側の人でも、まあ、左側の運動でも、その左を支援する、うん、もしかしたらよその国から来てるかもしれないし、うん、国はどこかは分かんないけどね、でもそういう左は左の,ルの資金源のルートっていうのがまあ,あるってことだな。特に中国みたいな話になった時にはさ、うんうん、結構お金儲かる感じ、私にはするけどね。 はいう。美人としてね。うん。それで、あの、結構さ、もうすごく挑発的じゃない。それで、うん、あの、北海道のね、事件でね、うん、えっと、うん、ほら、あの、女性の人がまだ、あ,あ,あさったね、やじね。愛好祭まで、やじの話やってさ、それで、交際まで一応負けてないじゃない。うんうん うん、そうねそうするとさ、なんかあれだよね、あの今度の、んの党の人なんかはさ、自分たちは候補者だからね、うん、あの一般の人がやじでね、最高裁で、あ高裁まで行って,て負けてないんだからね、自分たちが候補者だから負けたはずないなんてう吹いてるからね、うん、あ,のあれだけうそ吹くってことはさ、うんあの、ぶち込まれてもさ、その資金源はあると、だから左の方の人って結構そ、こういうの時にさ、あれでしょ、あのどっかにぶち込まれたって応援する人っているでしょ。そ、うんうん、そうそうぶち込まれたって関係ないからね かね、黒光りしちゃってさ、うん、勲章みたくなんでしょ、うんうん、だから、そういう、うあの、匂、うん、いをちょっとするけどね。ああ、なるほどね。んうん、まあ、でも、パソコンとな、ま携帯だけだと、資金の流れだと、ちょっと苦しいかもしれないよね。わからないから、パソコン。 全部ででだからその人たちが全部そのあと当然銀行口座も見るでしょうんガサ入れしてるときに銀行口座<ん>銀行口座見るけど、ね、パソコンで全部やるかやらないかって分かんないからねだからパソコンで銀行口座の記録が全部残ってるかどうかってのも分かんないしね。うんうん うん、だから本当はもうちょっとあのお金の流れだと、いろんな帳簿書類を全部持っていくっていうのが普通なんだけどね、うん、だからそこも実はパソコンと携帯以外にも、例えばその借りてる拠点の、ね、レンタル料とかね、うん、賃貸料の支払いとかね、そういう記録を全部持ってってんじゃないかと思うけどな。と、うん、<私>思うんだけど、なんかあの,あのね、翼の友の人のことを信じると、パソコンと携帯しか取られてないかなと、うん、どうって。<ー> ただ、えーね、捜査員は段ボール抱えてんだよね、2箱か見た、うん、からンボールって何が入ってたのかなと思うけどね、うん。だからそこにそういう関係の書類が入ってんじゃないかと思うけど。うん、はっきり言うとパソコンと携帯だけだと、あれだよね、うん、心元ないよね、普通はだから、うん、帳簿書類を持っていくはずだけどね、うん。持っていくと思うけどな、持ってっているんじゃないかと思うけどな。うん あのあのだからどっちがっ正しいこと言って、どっちいうかね、うんあの、彼らが強がって、うん、あの言ってるのかもしれないし、よくわかんないけどね。うんそうねうん まあ、私としてはいずれにせよね、こんな話はとんでもない話で、まあ、厳しくねあの、厳正に処分してもらいたいなと思うけど、これ、最終的な出来上がりは、これ、どうなると思いますこれ、立件しないと、不起訴になったらもう、もう目まざえないよな。目まざらない。そうだよ。いやいや。だから、私は最初に、あの、検察庁とも相談してんじゃないかっていうふうに思ったんだけど。 でも検察庁もなかなか言い難いだろうからあれだろうなまあどのくらい証拠があるかっていうのは見てやるけないんだけどまあ起訴はするんだろうなおらくなこれはで起訴してもし起訴で不起訴となったらですよこれ当然あの検察審査会またになるんじゃないかと思うそれはなるでしょうなるでしょうなるけれどだからあの 検察審査会の方ではね、起訴相当っていうのは出る可能性は高いと思うけどね、いくら検察庁が不起訴と言ってもね、でも不起訴というのはちょっとこんだけの世論のあれを考えると、それで YouTube で見てただけでもさ、ごく普通の人でもちょっと異様だと思うからね。そうだよね、そうだよね。これを起訴にしちゃったらちょっとありえないよって、その常識はあるような気がするんだけどね。そう思うけどな、私も。れであのね の人なんかはユーチューブ全部証拠があるんだからだって見てくれって言うんだ、うん、あれを見,見たらハック割はちょっとおかしいと思うよ。<laughs> <laughs> ねあれね、うん、あれであれで言論の自由だと思う人って少ないと思うけどね。うんうん、私もそう思うんだけどさ、ただね、うん、あなたもごごごごご気づいてらっしゃると思うけど、なあの女性のタレントさんがさ、どっかのテレビの、ね、番組で、うん、ああいう言い方もあるみたいなことら 飯山さんがそれについて、あんた何も見てないでしょと言ってたよね。いや、あれ見て、見ないでコメントしてんだよ、そらく。ああ、そうね。いや、あれ、あの、えっとさ、どんなやつもそうだけど、YouTube の乗っかってるさ、乙武さんのやつ見てもさ、なんでもさ、ちょっとあれ、上記してるよな、普通は。あれを見れば、あれなんじゃないのあれを見て、どの、なんてかな、白ッ割の人が変だと思ったら、さすがに不起訴にしたらおかしいと思うのが普通なんじゃないの まあ、あの女性タレントさんのコメントは、まあもしかしたら、あのディレクターが書いて、あ<の>まあこんな、うんあの、この手でやってくださいみたいな、振った感じは、まあ、そうだろうな、あの人たちってさ、基本的に女性タレントなんてさ、何も見てないじゃんそうそう、大体いいだから、ほら、タレントさん起用してる段階でさ、発言のかにも全部手を作るじゃないですか。 うん、だからさ、あの、自分の言葉でどうのこうのっていう感じも正直ってあんまりしなかったけどさ、あの、何点うんかな。うん、いやらせみたいな感じでね。でだ大体だ,いいだからさ、もし真面目にやんだったらちょっとさ、YouTube 流してからね、耳やってやるのが普通じゃない、うん、でもあれ、テレビで流しちゃったらさ、多くの人たちドン引きするじゃん、<う> <laughs> <laughs> あれはね、さすがにね、あの<あ>地上波ではさ、流せないと思うよ、ね。流せないでしょ、あれ。れあれど、どん引きするでしょ、あのガー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 ってうるさくてさ、これであれじゃない、あの、飯山さんの後にくっついてさ、うん、おめえなんとかなんとかってすげえ言葉遣すしてるのさ。あ,さあんな言葉流せないよね。流せないでしょ流せない。うんうん だからさああいうのやっちゃうとさもう地上波はもう崩れちゃうからああいうのなしにして、うんうん、なんか綺麗とどころやってんじゃないのあそ,なそれで特にあ,のあそこなんだっけあの番組そうじゃない結構、うん。あの番組ね地上波でねもうねあの YouTube のやつ流したら面白いよねこんなやこんなやつですよってだってあのあの翼の友の人はさもう証拠なんかいらねえんだとここに全部書いてあるんだって見ればいいじゃない見たらすぐ分かるじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> そうね、まあいずれにせよ、あのちょっと非常にね、あの、まあのまだから、まあじゃあ、高橋さんもまあ、この世論の流れから見ても、これは不規則ってのはもうないだろうと。<laughs> いや、あれでやったらさ、ちょっと、ちょっと、ちょ, <laughs> ちょ,ちょっと普通、普通ち、ちょっと、ど,どういうロうックかなと思っちゃうよね。<laughs> うん あの在宅かあの、拘束か、逮捕か。在宅は在宅じゃないの別にもう証拠は全部揃ってんじゃないのだって今でも逮捕してないから。でもう、うん、逃亡する恐れもほとんどんないからさ。うん、あれは在宅なんじゃないの在宅か。うん。逮捕されるって、逮捕して締め上げるって話でもなくて、証拠はみんなあるんだよな、もう、ね、ああ、そうね。うんうん、だからあの、要は在宅で起訴するっていうので、うん、であ,あとはあれだよね、あの、うんと、 最高裁の話がすぐ出ちゃったら、結構簡単かもしれないけど、最高裁の話が出る前、でも起訴して、まあ、あれだろうな、だって男の者の人は一般の人でも、あれ、相性高裁でもボツになってるんでしょうん、そうそう。うん。うん、だから、例の安倍さんの北海道の事件、ね、安倍さんの話ですね。安倍さんのあれがさ、ちょっとひどいんだよな。そうだよな。うんうん 安倍さんの事件がひどくて、あれがさ、交際でさ、まで残っちゃってるってことがちょっと変でさ。まあということであの、かつてはね、私なんかの世代だと、あの手のギゃぎゃギゃギゃぎマイクでやるっていうのは、これはもう右、うん、う右翼の人たちのお家芸だったと、うん、こう思うん。 今回みたいにちょっと左、まあ、左かどうかも私はよく分かりませんけど、<laughs> うん、まあでも安倍さんのところでもあの反対運動、同じようなことやってたらしいから、うん、そうだとすると、まあ、左の方なんだろうなと思うけど、うん、まあ左の人たちがね、あの手の手法を、ね、取るっていうのはね、ちょっとね、おい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 ,おいっていう、まあ、僕らの世代から見ると、そういうふうに思ってうん。うん、非常にもうちょっとあれでしょ、あのー、なんか知的な雰囲気を出さなきゃいけないんでしょ。 まあそれか、あるいは逆に、もう一気にわれわれの世代でいうと、うん、何か妨害をするっていうのは、うん、もうこれ、鉄パイプ。暴力ね。いきなり鉄パイプで殴りちゃったていくうん、この路線かどっちかだよね。うんうん、まあ、だからもうそれそれ、でも最近の人は、あれがちょっと YouTube でさ、稼いでるっていうのは、私はすごい気になっててさ。あはははいはい、はい <laughs> ちょっと違うんだよなだからあれ <laughs> あれ結構さやっぱり怖いもの見たさっていうかさあの変なの見たさでさ、うん、結構 YouTube 回るんだよなあれな。うんうん 私なんかもうちょっともう気持ち悪くてとても見る気しないけどね。だか、うん、結構私も見てないんだけど、うん、あの再生回数分かってるのは間違いないんでだから、うん、あの特に選挙期間中はね、うん、もうなんか飯山さんをね取り上げると結構バブル痛くなるんだよ。うん、あはいはいはいそれはそうだね。うん、それはねなるからだからああいうので稼ぐっていうのを考える人もいるのかなと正直思っちゃったよね。そこがだからささちょっとさ 警察としてはさ、そこは看過できないんじゃないかな。だってあんなのでさ、あ,あ,あの金儲けになるなんてつったら、見てやり出しちゃうぜ、ね、本当に。ああはい、あ、はもう怖い。でも<あ>、めちゃくちゃだね。うん、うん、そこはだからさ、あれだよね。あの、そうすると、誰か、あの、全然関係ない奴が頼んだりしてさ、あ,あ,あの再生、再生。 かかなななんかでさやっっちゃったらもうむちゃたるじゃないらそこはちょっと社会的質量の面で警察は今回はしちょっとやんなきゃいけないなっていう風な後押しがあるんじゃないかなって気がするけどね。なるほど。まあ私も単純にあんなのはいくらなんでも誰が見てもまあひどいだろうと。これを結構選挙期間中から警察批判が高まったからね。うん。やっぱり何もしないってわけにいかないと。そうそうまあね、あれいくらなんでもねってうとあるよね。うん。うんそうね というわけで、じゃあまあ、もうしばらくあ、そうそう、これ最後、あの、7月の7日に、東京都実践があるでしょ、うん、あるね。で、これに、あのー、この都の党の人たちは、なんか、履行するって言ってんだよね。<laughs> あの、もし7月7日までに、この処分がはっきりしなかったら、同じ、うん、こ,ことが繰り返される可能性もあるわけ。うん、だからまあ、私は7月7日までには、うん、まあ、処分がはっきりするって思うんだけどね。 あれじゃないのもう警察やったから、書類証券すぐだと思うよ。そうすると、もうすぐ起訴か不起訴はっきりすると思うけどね。そうねということは、7月7日の東京都知事選までには、起訴、起訴はっきりすると思うね。そううういことねん というわけで、ちょっとまあ非常にあの気持ち悪い事件ですけども、ぜひ警察には過断に処理してもらいたいなと思います。うん、はい。というわけで、今日は翼の塔の話でございました。